スロバキアソビエト共和国とは、1919年6月16日から同年7月7日までスロバキアの南東に存在した、短命の社会主義国家である。ハンガリー評議会共和国の傀来国家。首都はプレショフで、チェコの記者アントニン・やロスラフが国家評議会議長を務めた。プレショフにおける国家樹立宣言1918年、第一次世界大戦中の三国協調の、 チェコスロバキアの政治家に対する領土の約束に従い、チェコスロバキア軍はハンガリー北部を占領し始めたが、ハンガリー評議会共和国の軍はこれに対抗し、ハンガリー北部を占拠した。これにより1919 19年6月16日、スロバキアソビエト共和国は成立した。ハンガリー、チェコスロバキア、ルーマニアとの短い戦争を経て、翌月の7月7日、 スロバキアソビエト共和国は崩壊し、その後領土はジェコスロバキアに統合された。ありがとうございます。